豊かな海を知るために、絶滅危惧種ハンター矢野南が海へと向かった。厳島神社で有名な広島県廿日市市の宮島、こちらの宮島水族館でスナメリに出会うことができます。かわいい、スナメリ見てる、こっち見てる、あ、目があった、はい、向こうから見えてますからね、優しく手を振ってあげてください。うわ、めちゃくちゃかわいい。スナメリは中央アジアから日本の沿岸に生息するクジラの仲間の一種の哺乳類。日本では九州から宮城県と生息範囲は広く、瀬戸内海にも生息しています。ゆっくり横に歩いてみてください。こんにちは、こんにちは、こんにちは、おいで。魚、エビ、イカ、タコなど多くの種類を餌とし、瀬戸内海の食物連鎖の頂点にいると言われています。しかし岡山県のレッドデータブックで絶滅の危険が増えている、絶滅危惧2類に指定されるほど、最近では目撃されることも少なくなりました。事実上瀬戸内海で一番大型で、一番強い生き物はスナメリだと言われています。土台にある小さな生き物たちが、環境の悪化とかで減ると、その影響が一番上に来ると。スナメリが、たくさんいる海は、いい状態に保たれている海だとよく言われてますので。岡山県でスナメリの生息が多く確認されているのが、マシンガンズの2人が海ゴミを集めていた前島沖です。そこで矢野アナは強力な助っ人を訪ねることにしました。牛窓町でスナメリを保護するための活動を行っている牛窓のスナメリを見守る会の小野塚正弘さんに話を伺うと、この辺でスナメリって目撃されてるんですか？はい、ずっと昔に比べたら数は減ってるんですけど、この辺でまだ全然普通に確認はできます。小野塚さんはシーカヤックのインストラクターをしながら、2008年に見守る会を立ち上げ、観察会を定期的に開くなど、スナメリの生態を調べています。早速スナメリが見られるポイントまで船で案内してもらいました。どういう海に現れるとかっていう特徴はあるんですか？まずその沖には行かないんですね、はい、大体あの沿岸域、すごく近いところに生息している生き物と言われてて、イルカみたいにそのジャンプしたりとかって派手な動きっていうのをほとんどしないんで、はい、小野塚さんとスナメリを探す矢野アナ、しかし初日からいきなり試練が。これの波高い方ですよね。今高くはないんですけど、はい、これぐらいの波でもすごくもうその人間が発見する確率は低くなります。スナメリは息継ぎをするわずかな時間しか海面に顔を出さないため、これくらいの波の高さでも紛れてしまい見つけるのは難しいようです。この日はおよそ5時間半スナメリを探しましたが、見つけることはできませんでした。かつては牛窓でたくさん見られたというスナメリ。地元の人に話を伺うと、これ知ってるよ、父さん。これ。今減っとる。これ。ありますよ。土下座よ。土下座よ。土下座。土下座？うん。船と一緒に泳げた。へー、海にいないっていう風な話。ほら、今おらんの、おかしいな。海が変わったんじゃなと思うよ。スナメリに会いたいとの願いで、矢野は1ヶ月後、再び前島へと向かいました。今日海の状況どんな感じですか？今日は見ての通りかなり泣いてるんで、はい、これぐらい泣いてると、出たら見逃すことはないかなと。絶好のスナメリ観察日和の中、船に乗ることおよそ40分。いる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 、そこ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 、ほらほらほら、頭の部分が、顔が見えた、顔が見えました、スナメリの顔。ほんの一瞬ですが、スナメリを撮影することに成功。いた。近かったから
ちゃんとスナメリのあの表面の光沢が見えた。さらにその後飛ばしたドローンの映像には、今のは間違いなく3頭ですね。すごい、やっぱりさっきの3頭いたじゃん。ちなみに今スナメリはどの辺まで行ってるかとかいうその距離っていうのは分かってるところではどのぐらいなんですか？まあ、瀬戸内海全域にいますんで、はい、どこにでもいるんですけど、はい、例えばこの牛窓界隈にいるスナメリが、はい、じゃあそのままずっと西の方においでて、うん、岡山県でいうと笠岡諸島とかあの辺りではたくさん見れるんですけど、はい、あの辺まで行ってるのかって言われたらそれも分かんないですよね。瀬戸内海に確かにいたスナメリ、絶滅の恐れが指摘されていますが、現在の生息数や行動範囲など詳しい生態は分かっていません。一部の地域で調査が行われてきたことはあったものの、本格的な調査には至っていないのが現状です。図のように瀬戸内海でスナメリの目撃情報は点在し、牛窓町や三豊市の粟島周辺などでも見られるほか、山口県の島嶼部にも多いことが分かります。柳アナは実態をつかむため現地を訪れました。美しい瀬戸内の風景が広がるここは、さあ岡山市内から車でおよそ3時間30分の場所にある山口県の周防大島にやってきました。山口県周防大島町、瀬戸内海に面し山口県で最も東に位置する町です。海沿いを歩くと、あーすごい、見てください、スナメリだ、周防大島のスナメリ。すいません、今回同行していただいたのは海洋学が専門で広島工業大学客員教授の上島秀樹さん。先生、40年以上瀬戸内海の環境問題の研究に携わり、周防大島町を中心にスナメリの目撃情報を集めています。1996年に当時の環境庁が行った瀬戸内海のスナメリの調査にも協力するなど、まさにスナメリのスペシャリストです。やっぱスナメリっていうのはね、海の中の動物で一番頂点に達すものですから、彼らがどんどん増えてくると環境も良くなるんだろう、彼らが少なくなると困るわけですよね。上島さんによると、スナメリは1990年代以降目撃数が減ったということです。原因としては埋め立てにより住む場所と餌が減ったことや、海に流れてしまった化学物質の影響、ビニール袋などの異物を誤って飲んだり、船との衝突による事故死などが考えられます。上島さんは周防大島からおよそ6キロの沖合にある前島の定期船の船長にスナメリの目撃情報をおよそ10年間にわたり依頼してきました。定期船からスナメリが数多く見られる周防大島はまさに聖地。そしてこんなものも。こんにちは、すいません、お邪魔します。訪れたのは船乗り場から徒歩5分の長屋菓子工房。スナメリに関する商品がここで販売されていると私聞いてやってきたんですけど、どんなものなんですか？こちらの今ただいまね、品切れしておりまして。ないんですか？せっかく来たのに。人気のスナメリクッキーはまさかの売り切れ。気を取り直して定期船に乗ってスナメリウォッチングへ。40分大事にしてください。わかりました。はい、今日は天気もいいし風もないし、はい、非常に見やすい、ね、日ですよね。周防大島町のスナメリ観察は波が穏やかで餌となるイワシが多い4月から11月頃がベストシーズンです。観測のコツは視点を100メートルほど先に置き、前後左右すべてに注意を払うこと。スナメリが海面に顔を出すのはほんの一瞬です。
船に乗ることおよそ10分。ジャンプした、いたいたいた、ジャンプしてます、ジャンプジャンプ、あ、すごい。船から数十メートル先にスナメリが。2、3回ジャンプした、しかもかなりの高さでしたよ。あんまりジャンプってスナメリしないですよ。しかしその姿をカメラに収めることはできませんでした。うそ。どうでした、見られました？見られました。息しびれたんですね。あ、本当ですか？ちなみに写真とか撮れました？もう撮れなかったです。喜びすぎて失礼しました。忘れ先生、あのスナメリってこう一瞬しか顔出さないじゃないですか、うん、そうですね、撮影するのが難しいなって毎回思うんですよ、うん、あ、見れたーっていうの、頭真っ白になって、ね、はい、ダメなのね、はい、そこはグッとこらえて、うん、冷静になって、はい、いつも用意しておくっていうのはカメラマンさんのね、うん、技でしょうね。技でしょうね。カメラマンさん。矢野アナはもう一度スナメリに会うために再び船に乗ることに。しかし、悔しい、いない。スナメリが現れる気配はありません。出港から30分、船内の会話も途切れがちになり、諦めムードが漂い始めたその時、そこ、あそこ、その島の、島の、島と。なるべく11時の方向、2頭のスナメリが顔を出しました。あの方向、そこ。今いたね。今一瞬背中が出てきました。もうすぐ目の前、本当にこの辺。さっきのが移動したのか。あ、見えました、今灰色の背中見た。あ、そこ、すごいですね先生。そう、あっちにもいる。すごい、あ、飛んでる。こっちにもいる。こっち、そこにもいる。これ何頭いる？スナメリの群れを見つけ、船の上は大パニック。だいぶ大人たちが寄ってるからね、大きいよ、すべて、うん、なんですよ、フィーバー、スナメリフィーバー。そこにまた何回も顔出してる。アップで。また、ほら、もう、あいた、2匹いるね。2頭いる？2頭います？2頭。やったー。そう、出た。上空から撮影するためドローンを飛ばします。なんでこんなにいっぱいいるんですか、すごい。ちょうどね、いいところでしょ。いや、いいところ先生。なんでそんな冷静でいられるんですか。いや、あそこは潮の流れが早かったから。だからこちらの方にちょっと寄ってきて。ドローンの映像から最大で12頭のスナメリが確認できました。2つの群れがね、5、6頭の群れだから、まあ10以上いるでしょう。すごかった、ね、あれだけのものは絶対取れない。やりましたね先生。やった。
いやもう今日は感動しましたね。いや私もです、こんなに見られると思ってなかったです。久しぶりにたくさん見ました。先生は結構興奮してましたよね。いやもう興奮した人を見ると興奮しましたね。スタッフみんなでハイタッチしながらね。上島さんはスナメリを見つけることの興奮や感動がその生態を守ることにつながると言います。昔ながらに海を見ていた人たちも今人口減少等々でいなくなったんですね。で昔からスナメリを知っている人がいなくなったとするならば、今のうちにそれを伝承して受け継いで、そして知っておく必要があるでしょうね。どういう対応したらいいのかってことを考えないといけないと思うんですよ。そういうことも学びながら感動してもらいたいなということでしょうね。絶滅の危険が指摘されるスナメリ、謎の多いその生態を探ることは瀬戸内海が豊かなことと決して無関係ではないはずです。